っちゃった。おい、それマジかよ。もう出番ないのかよ。誰だっけ？おい、騎兵隊だよ。クリント・イーストウッドみたいに助けに来てやったのに。ハークだ。噂は聞いてる。行く先々連戦連勝だってな。だから来たんだよ。俺らが手を組めばゴールデンパスなんて一からだ。ぶちかましてやる。俺たちもゴールデンパスだ。ああ、あなたの言うことよくわかりません。あなたの言葉話せない。王立軍なんてイチコロって言いたいんだよな。だって俺たちがゴールデンパスなんだから。え、本当？そういや、こいつら俺がゴールデンパスって言うたびに変な顔してたよな。なるほど。オーケー、次の作戦先制攻撃だ。いいな、用意したら俺たち呼んでパパッと駆けつけるぜ。俺とかゴールデンパスの仲間がな。俺たちもはやすでに盟友だ。いいな、分かってんな。ほらパンチしろ。シャー、こんだけ上げてんのに勝てえな。まあいいや、ノロノロ運転でも目的地には着いた。そこは認めるぜ。じゃあまた会おうな。よし行くぜ、ゴールデンパス野郎。今は入らない方がいいと思うわ。喧嘩でもしてるのか？王立軍がキャンプを襲撃してくるらしいの。仲間が集めた情報が最優先だとアミータは言っていて、サバルは仲間を助けるのが重要だと。ずっと話してるのか？そうよ、いつまでたっても同じ話の繰り返し。あ、ごめんなさい。あなた AJ ゲールよね。あなたが協力してくれてみんな感謝しているのよ。俺にはゴールデンパスに助けてもらった借りがある。でもここに来たのは散骨のためだ。そうね、でもパガンのせいでこの国がどうなったかわかるでしょ。そしてあなたはモハンゲールの息子。ともかくキラットに不可欠なの。あなたの選択が鍵になる。アミータとサバルとの均衡を崩す人間が今必要なの。それを考えてみて。今行動しないと死者が出てしまう。これは戦争なのよ。情報が必要なの。駒で使う兵士なんだぞ。ダルパンのことを忘れたか？ダルパンと情報を天秤にかけろと言うなら、私は情報を選ぶわ。アミータ、情報を仕入れてやるよ。よし。前からバナプール襲撃の噂は流れていたけど、どうも引っかかるの。この情報からもっと大きな計画がわかる気がする。でも連絡は襲撃以来途絶えてる。だから気をつけて。いい？アミタ、情報を入手した。 OK ヘイジ、他のキャンプに行ってみて。ナイフがどっちだったね。どこを切ったん。アミータ、ここは全滅だ。畜生、いい兵士だったのに無駄死にじゃなかったわよね。情報は手に入れた。人員か何かの地図だろう。了解、AJ。重要な情報かもしれないから確認する。それとありがとう、信じてくれて。